どうも、キューティクでかい、馬太です。おしゃしゃ、維新、足がどうか。けなすな、足を。というわけでですね、今回、馬太ラビット、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説に非常に詳しいこのお方、ミスター関を呼んでおります。どうもどうも。お久しぶりです。イタリア版の小栗旬だ。震えが止まらねえな。今回の都市伝説は、この世界はクリエイターが作った仮想ゲームだというシミュレーション仮説。この説が証明されてしまうと世界がシャットダウンしてしまうというふうに言われてるのね。というわけでですね、今回その恐ろしいシミュレーション仮説について触れていきたいと思います。今現代では VR 技術の進化とともに虚構と現実が入り混じる世界が今後到来するというふうに言われてるんだけれども、そもそもこの現実世界も一つの大きなバーチャルリアリティかもしれないというシミュレーション仮説というものが存在するのね。おじさんには難しい。お前だけは現実だな。まあこの説というのは都市伝説の界隈では有名で、世界中の科学者や哲学者が我々の存在やこの宇宙は超知能を持つゲームクリエイターが生み出した仮想ゲームだというふうに指摘しているぶっ飛んだ話が存在するんだね。そしてこの説の代表的な人物がスウェーデンの哲学者であるニック・ボストロムなのよ。あ、これさっき前会いましたよね。あったっけ。忘れた。大丈夫。そして彼は、我々が見ている世界はある意味リアルというふうに言えるけれども、リアリティの根源的なレベルには到達していませんというふうに難しいことを言ってるのね。そして彼は論理的な推論からこの世はシミュレーションである可能性が高いことを導き出したのよ。ニックさん、思い出したよ。あれだよね、あのゾルタズさんにもらった本の著者の方だよね。そうですそうですそうです。おー、なんだよおめえ。居酒屋なんかいな。そして彼は3つのシナリオを掲げていて、そのうちのどれか一つが正しいというふうに言ってるのね。まず一つ目は、すべての文明は技術的に成熟する前に絶滅した。二つ目は、十分に成熟した技術を持ったすべての文明はシミュレーション装置を作る興味を失った。三つ目は、我々人間は実際にコンピューターシミュレーション上で生きているという説があるね。これね、ゾルタさんにね、お会いした時ね、ミスター関、この本の著者に会うといいって言ってたね。テレビの再現だよ。そして一つの仮説として、我々が住んでいる宇宙だけでなくて無数に宇宙が存在するというマルチバースという説を前提にすれば、最初のシナリオ1というのはありえそうにはないよね。また物理学者が宇宙の進化シミュレーションを繰り返していることを考えれば、知的生命体が歴史のシミュレーションに興味を持つことは間違いないだろうというふうにされてるんだよ。つまりシナリオ2というのもありえずに、すると残るのはシナリオ3の、我々人間は実際にコンピューターシミュレーション上で生きているという説が唯一残るのね。実況者とかいんのかね、それの。ちょっかみやか。そして NASA のコンピューター科学者であるリッチ・テライルさんという人が、我々は仮想現実宇宙を創造する神となる世代というふうに言ってるのね。そう、今では街を建設発展させていくシムシティや仮想人物の世界に介入するザ・シムズというゲームが存在する中で、もしかしたら住民が意識を持つようなリアルなシミュレーションゲームを生み出すのはゲームクリエイターかもしれないというふうに科学者すらも提唱してるのね。何年間やりすぎ見てきてんだって、何年間席を持ってきてんだ。雰囲気悪くなるだろ。そう、つまり我々はこの現実とされるバーチャルリアリティのシミュレーションの中に、さらにシミュレーション世界を作ることになるってことなのよ。つまりシミュレーション内にシミュレーションが生まれる仮想現実が入れ子状になってしまってるってことだろうね。箱の中に箱あるみたいな。よく理解してんだな。ただ我々がこの世界がシミュレーションだということで気づいてしまった時、その時には法や道徳が危機に瀕するというふうに言われてるのね。ボストロムさんは、もし我々がシミュレーションの中にいるということが証明されたら、この世界のクリエイターはシミュレーションを中止して我々の世界を壊してしまうでしょうというふうに語ってるのね。それはコンピューターをシャットダウンするように突然起こるらしくて、まるでテレビがプツッと電源が切れたかのように一瞬で無となってしまうらしいのよ。ログオフで勘弁だわ。Windows XP か。つまり親しい友人や家族、ありふれた日常が一瞬で消え去ってしまう可能性があると。私のね、祖父もね、巨人が負けた瞬間テレビ消すから。神様か。そう、つまりこのぶっ飛んだ仮説は大いに我々人類に影響を及ぼしかねない恐怖のシナリオなのね。きっと面白いことになるぞ。アドベンチャーかお前。